よ、タイコちゃん、久しぶりだね。あ、先輩乗れよ。キューン、私が運転を、こんなハトに耐える。あ、ハトだ、パンちょっとあげようかな。はい。完全に舐められてる。どんな理想の彼氏とでも付き合えるとしたら、どんな彼氏がいい？はい、私のことを理想の彼女だと思ってくれる人がいいです。はい、足が速い人。はい、給食を食べるのが早い人。理由が小学生。はい、今の彼氏の存在を認めてくれて3人で暮らしていってくれる人。一切達成。はい、イケメンで料理ができてレディーファーストで女は絶対に蹴らない男。三人みたいな男。私も似てるんですけど、まず夢を追っていて、リーダーとして仲間をどんどん増やしていて、カリスマ性があって、白ひげを殺して能力を奪ったヒゲの男性。ルフィじゃなくて黒ひげ。はい、久しぶりに奥歯がある人と付き合いたいです。どんな恋愛してきた？はい、身長高くてイケメンの28歳のバーテンダーで、彼女がいる男性。は？待って、それ私の彼氏じゃない？人の彼氏狙ってた。一番テンションが上がるキスのシチュエーションは？はい、昔公園で別れたばかりのカップルがいたんですけど、その目の前でキスした時が一番興奮しました。いや、悪趣味。はい、ドラマみたいにキラキラと光る夜景を見ながらとか憧れます。はい、その夜景のうちの一つが明らかに火事だと分かった時興奮しました。いや、悪趣味。はい、好きな人とならどんな時でもテンション上がります。でも姉崎ちゃんって好きでもない人とキスできるタイプじゃん。殺すぞ。不穏な空気。モテる男とモテない男の違いって何だと思う？はい、やっぱりモテる人は思いやりがあるんじゃないかなと思います。はい、モテる男は真剣ゼミをやってます。恋も部活もうまくいく。はい、モテる男は奥歯がある。いや、普通ある。はい、クジラとイルカの違いと全く同じです。絶対違う。姉崎さんはいかがですか？てかさ、このナレーションしてる人声かっこよくない？わかる。彼女とかいるんですか？急な合コンか。まあ、すみません、彼女いるので。はい、この男はモテないと思います。手のひら返し。はい、でも姉崎ちゃんの彼氏はモテると思います。そうなの？だって私と来週デートする約束したからね。殺すぞ。不穏な空気。いい雰囲気の時に男性から言われて冷めるセリフは？はい、今僕の左手の中に珍しい虫がいるよ。壁ドンじゃなくて虫捕まえただけ。はい、とっくん、あなたのことが好き。僕も好きだよ、僕のことが。自分が好きなだけ。はい、好き、キス、好き、キス、好き、キス。言いたいしりとり。はい、あさみばっか答えてくる。それでは最後に太鼓さん、回答お願いします。最後はタイちゃんの爆笑回答で締めようか。お願い。はい、うんちが漏れそうだよ。下ネタで滑るという地獄の極み。次回予告。なんと次回の太鼓は九州豚骨ラーメンを食べに行ったら、店の大将がすいません、麺もスープもだしもチャーシューも九州産のもので取り揃えたのですが、煮卵だけ九州産のものが切れてしまいまして、今日は閉店です、お帰りください、だって。煮卵ぐらい全然どこのでもいいのに。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱ何でもないです。